ゆるキャン、シまりんの、遠山やなおです。お元気ですかさて、私は今、山梨県にあります。県庁に来ております。今日は、ゆるキャン音楽祭2021のイベント後にこちらにお邪魔しております。とっても、イベント楽しかったです。やっぱりライブはいいなーって思いましたね。えー、生の楽器、 演奏、そして、えー、歌唱もあって、我々キャスト陣は朗読とか、あとフリートークもさせていただいたんですけど、とっても充実した、えー、ゆるキャンの一日を送らせていただきました。えー、そうだなぁ。あのー、こう、映画、ゆるキャンに関しても、新しい続報が出たんですけれども、ついに、あー、ついに <laughs> ここまでたどり着いたんだなっていう気持ちでも胸がいっぱいになりました。実はすでに監督からいただいたイメージボードとか、なんかこう、シナリオちょっとね、絵物語風になってて資料がとっても感動したんですけれども、え皆さんの大好きなゆるキャンの世界に加えて、また新しい一面もお届けできるような、そんな映画になっているんじゃないかなと思います。 ぜひ来年の初夏、またお会いしましょうそしてですね、えー、さっきお話ししていた音楽祭なんですけれども、15日の21時までアーカイブ配信されております。慣れ親しんだゆるキャンミュージックがどんな民族楽器で奏でられているのか、見られるいい機会になっておりますので、マストチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、シマリン役の遠山奈緒でした。シマリン団子。